皆さんこんにちは。前回の番組で久しぶりにワクチュンのことについて話しましたが内容についてどこかおかしいと皆さんは気づいたところがあるでしょうか。私はフランスのウイルス科学者の話を伝えまた私が知っているウイルスの関連情報の一部を皆さんとシェアしただけで道徳的に法律的には問題はなかったと思います。 しかし、YouTube 管理者は、動画の内容が一部の広告主に適しないという理由で、広告掲載を制限したのです。YouTube をメディアとして対象に公開した以上、YouTuber や視聴者、広告主など、すべての客を平等に対応すべきで、誰一人に偏ってはいけません。 さらに、大衆メディアとして、どんな組織に利用されてもいけません。人間として、特に YouTube 管理者として、必ず心を正しく持たなければなりません。広告主に適するかしないかは、広告主が決めることで、YouTube 管理者が決めることではないでしょう。今後このようにしないように希望します。 前回の番組についてアメリカに住んでいる視聴者から私はワクチン接種していないので職場から出勤命令、在宅勤務のみを受け、友人は私が接種するまで誰も会ってくれません。保守派、左派関係なく、 ワクチン接種は当然のマナーのようになってしまっているアメリカでは、私は悪者、非常識者扱い、家族、友人の中でも完全に孤立しています、とのコメントがありました。ワクチン接種していない人を悪者、非常識者として孤立させる人たちは、おそらく彼ら自身はみんなワクチン接種を受けた人でしょう。 もしワクチン接種して、しかもそのワクチンは信用できるものなら、ワクチンを知った人たちはどんな環境に置かれてもウイルスに感染されないはずでしょう。たとえウイルス感染者と接触しても感染の心配はないはずでしょう。それでは他の人は接種するかしないかは彼らにとっていかなる関係もないでしょう。 そうではないでしょうか。なのになぜ接種していない人と接触することを恐れるのでしょうか。接触すればウイルス感染されることを恐れているからでしょう。それでは彼らは自分が接種したワクチンを信じないことではないでしょうか。だから彼らはワクチンを接種しても実際はワクチンを信じていません。そんなワクチンを接種して何の意味があるでしょうか また、ワクチンパスポートを主張する人や国がいますが、彼らも実はワクチンを信じないです。飛行機や会議室にワクチン接種した人のみ入らせ、接種していない人を入らせないと言っていますが、目的は何でしょうかワクチン接種した人を守るためでしょう。飛行機や会議室に入っている人は、みんなワクチンパスポートを持っている人で、 ウイルス感染の心配はないはずですが、なぜ接種していない人を嫌うのでしょうか彼らも自分が接種したワクチンを信じないからでしょう。だからワクチン接種した人は、心からワクチンを信じなく、いつもウイルスに感染されることを恐れ、ワクチンを疑っているのです。これを疑心と言いますが、この疑心が強ければ、ウイルスを招いてくることもあります。 中国では病気にかかる原因は七分精神三分病という言い方があります七部は精神的要素によるもので三部は病気だという意味ですこの言い方には非常に道理があります宇宙には木という物質があります空気の気ではなくミクロ世界の物質です例えば元気、病気はこの木に属するものです これらの物質はミクロの世界では人体と通じ合っており、人間の意念によって体に出入りすることができます。日常生活の中で我々はよく元気を出せ、元気を出せと言いますね。元気を出そうと思えば本当に元気が出ることがあります。元気はどこから来たのでしょうかもともと体にはなかったのに。 元気を出そうと思えば宇宙空間の元気が体に生えてくるからです。病気も同じです。ずっと落ち込んでいつも病気にかかるのではないかと疑っていれば本当に病気にかかります。このような例は皆さんも見たことがあると思いますがウイルスも同じです。いつもウイルスに感染されることを心配していれば本当に感染されます。 ワクチン接種しても感染されます。ワクチン接種を受けた人はすべてこのような疑心がある人です。だからワクチン接種を受けた人たちも感染されます。しかも現在確かに100%保証できるワクチンもありません。ワクチン接種した人たちは実は人を欺き、自分を欺いています。私はワクチンは効果がないと言っているわけではありません。 なぜサースのワクチン開発が中止されたのかとコメントを入れた方もいますが、中止してはありません。現在の武漢肺のウイルスを新型コロナウイルスと呼びますが、この新型というのはサースウイルスに対する呼び方です。サースウイルスもコロナウイルスです。 コロナウイルスのワクチンはずっと研究していましたしたかも中国の科学者だけではなくカナダとアメリカの科学者と政府も作用していましたグロービアンド・メールの報道によるとカナダのウェニペグ国家微生物実験室の研究者7人が中国解放軍の研究者と長年協力して伝染病研究報告書を6部書いたことがあります また、アメリカの国立アレルギー感染病研究所、ナイエットのファウチ所長は5月26日、会員採出委員会の議員に対し、ナイエットが以前、コウモリのコロナウイルスが人間に感染するかどうかを研究するために、武漢ウイルス研究所に60万ドルの資金を5年間提供したことを明らかにしました。 報道によるとアメリカの研究者は、武漢 P4 実験室と共同に危険なウイルスの強化実験を行いました。 考えてみてください。ウイルスの危険性を強化して、その強化されたウイルスに対してワクチンの研究をするのです。これはおかしく危険なことではないでしょうかこのようなウイルスが一旦実験室から漏れると大変なことになるのではないでしょうか ファウチ氏は、武漢 P4 実験室でコロナウイルスについて研究していることをはるかに前から知っているはずですが、なぜ去年まで新型コロナウイルスは、武漢 P4 実験室から漏れてきたという説にずっと反対していたなのに、最近は賛成するのでしょうか ファウチ氏がこのようにするには必ず良くない目的があるでしょう。私はよく邪悪が世界を統治しているという本を推薦しますが、この本に書いている通りに、現在の人類世界は確かに邪悪に統治されています。 ワクチンを極力普及させ、強制的に接種させる勢力は非常に邪悪です。ワクチンパスポートなどを実施して、ワクチンを強制的に接種させている、いわゆる政治家や科学者たちは非常に邪悪なものです。ワクチンを病院など医療機構に設置しておいて、 自由に接種する環境を作っておいて、人々に自由に接種させればよいなのに、なぜ自分さえ信じないワクチンを極力普及させようとするのでしょうか彼らはワクチンで世界を統治しようとしているのではないでしょうか 現在、ワクチンで疫病に打ち勝とうとしている人がいますが、彼らは頭がおかしく、人を欺き、自分を欺く非常に邪悪な人です。歴史上、ペストなど大型の疫病が数回も発生したことがありますが、人類は一回も疫病に打ち勝ったことはなく、疫病は毎回一人で消えたのです。 疫病が消えた後、生き残った人たちはまた元気に生きていくことができ、人類社会も再び元気になったのです。中国人は大型疫病を文医といい、温泉という神が人類を浄化するために起こしたものだと考えています。大災難から逃れる方法について、中国の寮母文など古代予言家から、インドの 天才少年アナンドなど現代預言家たちはみんな善良な心を持つことこそ大災難から逃れる方法だと指摘したが私は彼らの言い方はとても理にかなっていると思います大災難から生き残りたければ今まで犯した罪や 過ちを神に懺悔して心を改め、これから悪いことをしないのが一番良い方法だと思います。これはワクチン接種よりもっと良い方法だと思います。今日はワクチンパスポートについて話しました。ご視聴ありがとうございました。